ジョージ・ジョン・マルコムは、イギリスの指揮者、鍵盤楽器奏者、ロンドンの出身。幼少期よりクラッパムのノートルダム修道院でピアノを、習い、7歳で、王立音楽大学のキャスリーン・マクウィティ及び、ハーバート・フライヤーに指示。また、王立音楽大学在学中には、ウィンブルドン大学やオックスフォード、大学ベリオール校にも通学した。第二次世界大戦中は、 軍楽隊に所属しつつ、室内楽のピアノ奏者としての研鑽を積み、戦後はデニス・ブレインの感覚合奏団と共演して名を挙げた。1947年から1959年まで、ウェストミンスター大聖堂のオルガニスト建成家隊の指揮者を歴任し、1962年から1966年まで、フィロムジカオブロンドンの芸術監督を務めた。 1965年から1967年まで BBC スコティッシュ管弦楽団の純識者を務めた。1965年には CBE を除訓。ロンドンにて死去。indipendent.co.uk.ianbar.idge.pwp.blueyonter.co.ukarchive2006 年4月6日。 アットザウェイバックマシン、ありがとうございます。